どうしたんだい？その、助けてもらったお礼をしたくて。ああ、別にいいのに。でも、お兄ちゃんが、こういったことはきちんとしなさいって。こういうのは気持ちだから、何か私たちにできることで恩返ししようって。なるほど。せっかくのご好意を、無限に断るわけにはいかないな。あの、それで私、皆さんにお菓子を作ろうと思うんです。その買い物に付き合っていただけ。もちろん。準備してくるから少し待っててくれるかい？はい、お待ちしています。そんなことなら俺に言ってくれればいいのに。友人さんには別のお願いが。え、俺に？何何？何でも言ってよ。絶対にお兄ちゃんに包丁を持たせないでください。え？私が料理をすると言ったら、お兄ちゃんまで。いえ、お兄ちゃんの料理が下手って意味じゃ。お兄ちゃん、深刻な不器用なんです。それは。ああ、確かに。どっか抜け。ちゃんと聞いてください。本当に大変なんです。周囲にどんな被害が及ぶかわからないんです。そ
そんな大げさな。どこの世界にリンゴの皮を剥かせたら自分の手の皮。ああ、それはオッケー。 あとフライパンも持たせないでください。それからお鍋の前に立た。わかった、最善策を取ろう。カルビナ。それでお願いします。何を買うんだい？リンゴです。アップルパイを作ろうと思って。じゃあ、甘いリンゴを探さないとな。いえ、甘く。わざわざ甘くないものを使うのか？ええ、酸味の強いリンゴの方が調理したとき美味しいんです。お砂糖もたくさん使いますから、甘いのだと甘いだけになってしまって味に締まりがなくなるんですよ。ルーティエは料理がうまいんだね。いえ、普通です。普通だと思います。お兄ちゃん以外の人に食べてもらう機会がほとんどないので。あ、でもアップルパイだけは特別なんですよ。どうして？私たちずっと旅を続けてるんですけど、本当に少しの間ですけど、ある村にしばらく滞在したことがあって、そこで出会ったおばあさんのアップルパイがとても美味しくて、私も作り方を教えてもらったんです。だからアップルパイは自信があります。ルーティーはそのおばあさんが大好きなんだね。旅立った後、亡くなられたそうです。もっといろんなことを教えてもらいたかったんですけど。そうか、それは残念だったね。ごめん、思い出させてしまって。 いえ、こちらこそ。あ、そこで買い物してきます。少し待っててください。しました。ずいぶん買ったんだね。持とうか。いえ、大丈夫です。これくらいたくさんおまけしてもらっちゃって。余ったらリンゴジャムにしますね。ああ、虫食いがあるからかな。ああ、いいけど。ジークさん、手を向かないでリンゴの皮を剥けますか？え？おお、それくらいなら。でしたら、調理も手伝ってもらえませんか？他にも虫がいたら。よし。わかった、手伝うよ。ルーティエは今までずっとカルビナと旅をしてきたんだよね。俺たちとの旅はどうかな？
ルーティエの料理か、楽しみだな。あまり期待しないでください。本当に普通なんですから。君が調理場を手伝っているとき、随分と手慣れているように見えたんだが。見ていたんですか。そんな恥ずかしいです。料理を作るのは私の担当だっただけ。料理は自然と覚えた。いえ、覚えなければならなかった。ずっとルーティーが作っていたのか。はい、小さい頃はお兄ちゃんが作ってくれてたんですけど、お兄ちゃんに包丁を持たせちゃいけないって分かった。それはずっと私が。カルビナの料理か。一体どんな料理を作るんだろう。鉄の味です。ん？何か言った？いえ、そうだ、ジークさん、今度味見をお願いしてもいいですか。美味しくなかったら言ってくださいね。それは責任重大だな。はい、責任重大です。通る。この機を逃すな。続け。
そこだ。ありがとな。やっと俺の出番ね。頑張ります。ありがとう、助かったわ。みんな、続いて。命が惜しくば引くがよい。まかり通る。この機を逃すな。続け。ついてきてくれよ。
ありがとな。熱する。無益な戦いは望まない。引いてくれ。この機を逃すな。続け。ありがとうございます。ありがとうございます。みんな続いて。ありがとうございます。力を貸してください。ありがとう。ついてきてくれよ。いくよ。切り裂いて。ですか。
続いて。ありがとう。すまない。力を貸してください。ありがとな。この機を逃すな。続け。ついてきてくれよ。ヒーメル、頑張るね。熱する。まかり通る。この機を逃すな。続け。ここで立ち止まるわけにはいかない。やっぱり俺って生かすだろ。噂通り、フォルスタハインの女の子は美しく可憐に咲き誇る森の中のお花畑とはまさにこのことよ。ゆうくん、よりどりみどり、すっごくウィーヒー。ほら、ジークもご覧なさいって。もったいない。だからその呼び方、どうにかならないのか。ジーク？ジークハイトだからジーク、ジークだからジーク。真似しないでね。え、なんでもありません。隊長、私これより別行動を取らせていただきます。は？ちょ、行ってきます。
げ足は早いのね。どうせこんなことだと思っていたよ。思ってはいたんだよ。いつもああなのか。察してくれ。うるさいのが減ったと思えばよかろう。そうね、ここでこうしていても仕方ないわ。私たちも移動しましょう。やあ皆さん、ご機嫌うるわしゅ。ちいと面白い話を聞いてきたぜ。こんな時間までどこに行っていたんだ。ああいや、いい言うな。どうせ女性を追いかけ回していたに決まってる。それより話とは。ご明察。さすがちい君。この先にある森のことなんだが、なんと迷いの森らしいぜ。そのくらいのことすでに聞いておるわ。迷う森でメイトであろう。お主一体何をしに行ったんだ。霧が出ている間は危険ってことも、ひっくり返せば霧が出てなきゃ安全ってことも知ってる。霧が出ている間だけ。昔からのことで原因は不明なんだけどな。まあ慣れたやつなら霧が出てても大丈夫らしいんだが、俺は素人だしな。だから霧が出てない時を狙って突っ切ればいいってさ。なんだよその顔は。まさか俺が本当に女の子だけを追っかけてったと思ってんのか。あのな、俺だって伊達や水郷でこいつの補佐してるわけじゃないんだよ。あと釘刺されまくってるしな。体調を無事に返さなかったら許さないとか。ともかくちゃんとついでの情報収集もしてるの。ついで。ああそれと昨日森を通ってきた女の子がいるらしい。女の子の一人旅でも安全ってことだろ。そうだ、ルーティエに占ってもらったら。ユージェンの言う通り先に進んでも大丈夫かどうか。なるほど。ルーティエ頼めるかな。あ、私ですか。わかりました、やってみますね。石を投げたり、ぶつけたり。何をしているの？占いですけど。本来なら外でやるのですが、さすがに室内なので。そうなんだ。私、あまり詳しくないから驚いちゃった。出ました、占いにも良い暗示が出ています。このまま進んで大丈夫だと思います。そうか、じゃあ君の占いを信じて行ってみるか。俺じゃないの。あ、目そらした。では早々に休むと。私たちも早め。
いや、町の人からの情報なら確かだろう。キリがない時に行ってみよう。では早々に休むとしようか。お主もこっちだ。いや、俺には花々とのお約束がね。ああ、俺のアンドレア、俺のエロイーズ。いやー、他の宿泊客に迷惑ですよ。私たちも早めに寝ましょうか。はい。この機を逃すな。続け。ついてきてくれよ。
ありがとな。みんな、続いて。熱する。まかり通る。この機を逃すな。続け。光よ。やめてよ。ダメだもん。ダメだもん。熱する。エオリア。うん。ついてきてくれよ。
無益な戦いは望まない。引いてくれ。避けて通れないのであれば、切る。俺の出番ね。そこだ。行くよ。力を貸してください。ありがとう、助かったわ。倒れてください。命が惜しくば引くがよい。無益な戦いは望まない。引いてくれ。避けて通れないのであれば、切る。滅する。
今日は晴れてるって話だったのに。どうします？戻りますか？不用意に動くのは危険だ。少し様子を見よう。霧が出ると迷うのよね。ガリオス、何か感じる？不思議な気を感じる。だが、じゃ、まずいな。本格的に霧が出てきた。主。ちょっと待て。一瞬で消えるなんておかしいだろ。いや、主はすぐ近くにいるぞ。どうしたんだ？おかしい。主の気配がしたり消えたりしている。ともかく落ち着こう。急に消えるなんておかしい。どこか。ユージャン、ユージャン。みんな！ジーク、みんなは？何が起こるかわからない。ミメル、離れるな。ようこそ東悪の森へ。さっきまで隣にいた人がいきなり消えたり、僕がいきなり現れたり。まあ、今さら焦ってもどうにもならないよ。霧が晴れるまでの辛抱だね。東悪の森と。ああ、やっぱり地元の人じゃ。メーとインバライレン、別名東悪の森。ここでは霧が出ている間だけこういう面白い現象が起こるんだよ。地元の人間には笑って済む現象だけど、初めてのあんたたちには災難だったね。これ以上はぐれたくなかったら、とにかく動かないことだよ。お仲間だって霧が晴れればすぐに見つかる。
その物騒なものはいつ収めてくれるのかな。ああすまない。君は？お先にどうぞ。それもそうだな。俺はジーク・ハイド。ジー君だ。その呼び方はやめてほしい。こっちはミーメリアと言い、ミーメル。ああ、わかったわかった。うん、面白い名前だね。え？まあいいや、ミーちゃんだ。そうそう、僕の名前だったね。我が名はテトラ。慈愛の老樹、英知の緑の子。別に覚えなくてもいいけど、よろしく。テトラ。にゃーにゃ。まあ、いい。君は？いや、僕も君たちと同じ旅人だよ。大地の悲鳴を聞きつけて、浄化のために東へ西へ右左、旅また旅、旅から旅への寝なし草、ここに来たのもたまたまなんでね。大地を浄化、聖職者なのか。かなり違うね。自然本来の力を活性化させて大地を元気にしているんだよ。まあウィッチドクターに近い感じかな。ちなみに生物への治癒魔法とかは管轄外でできないから。浄化するとどうなるの？いいことずくめだよ。生き物は大地とは切っても切れぬもの。生き物は大地によって生かされてるんだ。世界が病めば大地も病む。大地が病めば生物も病む。大地が病めばいずれ人も病む。小さな僕たちができることなんてたかが知れてる。けど歯止めをかけることはできる。で、ここまで全部ジジ様の受け売り。まあ僕の経験からすると、大地が元気になるとご飯が美味しくなるよ。本当の本当の本当の話。この森を浄化しに来たのか。あ、なんで？この森から邪気は感じられないよ。それよりさ、君たちこそこれからどこに行こうとしてたの？ルーエトラークへ向かう途中だったんだが。で、そこまで詳しいやついるの？いるわけなさそうだよね。ねえ、僕が案内してあげようか。君が？そう、僕が。さっきも言ったけど、僕はずっと旅をしててね、結構役に立つと思うよ。よーく考えてみてよ。このまま進んだら命取りだと思わない？見返りは？そうだなーって考えるまでもないけど、代わりに僕を守ってもらおうかな。最近やたら物騒だしね。護衛みたいな感じで。そんなことでいいのか？ジーク、ミーメル。よかった、見つかって。無事だったのか。びっくりしましたけど。お？そちらの猫耳お嬢さんは？あ、ニャーニャです。は？ああ、いや、テトラだ。ニャーニャーさんだ。彼女は地理に詳しい。
彼女の護衛をする代わり、ここから先の道案内を頼んだが。護衛？エルフ？いや、ハイエルフか。本当にごったねなご一行様だな。はじめまして。僕はテトラ。死の命により大地を浄化する旅をしています。気ままな一人旅を続けていたのですが、近頃何かと物騒になり、子供の一人旅もいかがなものかと思い悩んでいたところ、そちらの方々にお会いしました。あなた方の力を見込んで、一つよろしくお願いします。うんうん、君みたいにプリティーな子猫ちゃんならお兄さんいくらでも守ってあげちゃおう。いや、頼りにしてるねお兄さん。あ、僕お腹減っちゃった。ねえ、何か食べに行こうよ。よし、お兄さんに任せなさい。いっぱい食べて大きくおなりなさいね。ほんと？やっはー！お兄さん優しい！よし、いっぱい食べちゃうぞ！ユージェン！痛い目に遭うのは彼の方です。術師の食欲をあまり舐めない方がいい。では遊び歩く金もなくなるだろうな。良いことだ。そうね、いい経験かも。そうだ、私たちもユージェンにおごってもらわない？それは明暗。では行こうか。今のところは順調です。はいはい、わかりました。引き続きお任せください。